このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回も由利本荘市にある雪の坊社醸造元菜屋酒造店が運営する発酵複合施設発酵工事田屋にお邪魔します。わあ、ちょっともうこのソフトほんともっちりよ。なんでこんな美味しいの。なんだろうね、なんあの、うん、フォカッチャみたいな。フォカッチャ厚み中身がもっちりで、もっちり、すごい。バターのね、住んでるような味がね、この芳醇な香りとちょっとこう塩味の効いてる感じと、うん、そのグラニュー糖の甘さ、うん、これ次どうやって楽しむんだろう。やっぱでもアイスつけるっしょ。アイスなんだ。この鳥海産ソフトタワーを。でもさ、ずっと見てられるよね。どうで、うん、人がこんなに食べてるところを、幸せそうに食べてるところ。やっぱもっちもちだから、なんかこう、あの切る時もね、弾力感がすごいあるんですよ。でさ、弾力、ちょっと潰した後ももう跳ね返ってくるもんね。そう。このフォーク刺した時にちゃんとこうムスって入ってくる。はい、ソフトをつけていただきます。おいしい。なんか揉んでる。大丈夫ね。パンかな。もちっていう。いや、美味しいし食感がいいな、やっぱり。ここすごくないですか、このここのあん、この下下下下下としてる。あ、もう最高だよね。わあ、ちょっとね、メープルシロップいただいたけど、でもつけなくても全然美味しいし。ちょっとでもつけても美味しいんじゃないんですか。ちょっとここで皆さんね、あのかけない方も、ね、かけない、やっぱりそのあ、そうなの、一部で楽しむのはいいかもしれません。結構意外とパンの味を楽しまれる方が、我々もこう下がってくると召し上がってかけてない方も多かったりします。そうか、てぃちゃんだとこれ飲んでるよ。飲んでる。我慢できなくなっちゃって。ちょっと溶けてきちゃって。そうだね。もったいなくてね。ちょっとアイスをね、いや、じゃあやっていいですか。なんかもったいなくて。いいですか。これはですね、雪の坊社の酒粕を練り込んだバームクッキー。あ、バームクッキーだ。うんめ。うんめ、よかったね。うんめ、うんめ。これ売ってます？売ってます。わー、買って帰る、はい、おいしい、はい、うん、わ、バームクッキー、バームクッキー有名ですよね。そうですね、雪の坊社の、うん、バームクッキーにすごい酒粕が入ってるクッキー。そうなんです。これめっちゃ美味しいね。ちょっとつぶつぶの、なんだろう、このこれが甘麹。甘麹っていうのは、その米麹とお水を、はい、硬化させて、甘酒よりもちょっとあのドロッとした、水の割合が少ないので、調味料に我々使ってるんですけど、あの砂糖を使わないで自然の甘みで、はい、そうです。甘酒、甘酒の濃いバージョンみたいですね。仕込む時の水の分量が違うので、ね、乗ってる乗ってる、甘酒、つぶつぶ感がある、ほぼ同じな。うまい？あー、美味しい。なんだかね、上品な味が。砂糖があるとかですね。あー、美味しい。一口大きい。食べてきました。甘麹が、甘麹が、甘麹が、タレ麹。タレ麹、タレ麹、タレ麹。次回も3人が梅物を堪能します。